季節は秋から冬へと向かっていますが、まだまだ紅葉を楽しめるスポットもありますね。はい、宇須善光寺なんですが、今イチョウの紅葉が進んでいるんですよね。境内には6本の樹齢200年を超えるような大きなイチョウの木があります。ちょうど色づきが進んでいるんですが、ご覧のお寺、花寺という異名もあるんですが、季節折々でいろんな植物楽しめるんですよね。春には桜、ゴールデンウィークには桜祭りが開催されます。あ、綺麗。そして5月の下旬、淀川ツツジが見ごろを迎えます。夏になりますと、アジサイも有名ですよね。はい、アジサイマルシェと季節に合わせたイベントが予定されているんですが、副住職さんがいろいろと企画をされているんだそうです。そしてこの週末は秋のフェスタ、イチョウフェスタが行われます。明日は音楽ライブ、明後日はバルーンショーなど行われます。またキッチンカーなど30前後のお店の出店もあるそうなんです。そしてイチョウの葉が落ちると黄金の絨毯が広がりますので、今月いっぱい秋の終わり楽しめそうです。そしてこの週末、どこに出かけるのもまずまずの天気となりそうなんです。まずは明日なんですが、オホーツク海側、明け方にわか雪がありますが、積もるようなことはなさそうです。日中は晴れそうです。ただ一つ、朝路面凍結ご注意ください。札幌の街中もまだ雪残っていますので、明日の朝は足元注意。ただ日中になりますと雪は消えていきそうです。特に日曜日暖かくなります。午後は南風が強まってきまして、夜遅く宗谷地方、積丹方面で天気崩れるんですが、気温が高いので降るのは雨となりそうです。秋のお出かけを楽しめそうですね。はい、そうなんです。いろいろとね、終盤を迎えた紅葉も見るのもいいですし、冬支度などもはかどると思います。では明日のピンポイント予報を見ていきます。こちら現在の札幌、昨日の夜よりは少し寒さ和らいでますね。はい、そうですね、昨日の夜よりも2度ぐらい高く経過しています。明日の10区の予報を見ていきます。この後は気温はほとんど下がりません。そして明日の日中になりますと、中央区は10度と2桁の気温復活、午後になりますと秋晴れ、爽やかな青空広がりそうです。今の函館の様子です。夜景綺麗ですね。はい、函館はこの週末15度まで気温が上がりそうです。土曜日曜の主要都市お天気マークでも見ていきます。土曜日曜ともに晴れるところは多いんですが、稚内、日曜日の夜遅くなりますと雨風強まっていきそうです。午後は風が強いので、落ち葉掃除などは日曜日の午前中までに一旦済ませた方が良さそうです。さて、この先の札幌の10日間予報を見ていきたいと思うんですが、まず雪マークがありませんよね。そうですね、この先しばらく雪は降らないんですね。はい、昨日積もった雪はもうすっかり消えまして、そして降ってもにわか雨、水曜日晴れマークなんですが、にわか雨あるかもしれません。次の次の週末、日曜日の雨で寒気が流れ込んできますが、今のところ雪予報はありませんので、冬支度、こうね、皆さんの生活の都合に合わせて行うこともできそうです。しばらく気温も穏やかですね。はい、そうなんです。2桁超えますので、日中はコート必要ないかもしれませんね。全道の週間予報です。全道的にも道北も含めて雪マークはありません。とは言っても週明けなんですが、高い峠などでは雪が積もりそうです。中山峠も路面状況ご注意ください。暦は冬に入ったんですが、季節はちょっと逆戻りとなります。小春日和の日も多く、日中は日向では過ごしやすい日が多くなりそうです。以上、天気をお伝えしました。